くぬぎは、ブナカコナラゾークの落葉鉱木。産地などに生え、雑木林の景観を作り出す、代表的な樹種としても知られる。樹皮から染み出す樹液には、カブトムシなどの昆虫がよく集まり、実は、ドングリと呼ばれ、材は、焚き毛や家具など、様々に利用されてきた。和名クヌギの語源は、クニキまたは、食の木からという説がある。古名はツルバミ、別名で、 つるばみ、くのぎとも呼ばれる。漢字では、名字などを含め、くぬぎ、くぬぎ、とち、く、くぬぎ、がたな、くぬぎなどと表記する。日本では、東北地方の岩手県、山形県以南の本州、四国、九州の各地に広く分布し、沖縄の一部でも植栽可能である。低山地や平地で、商用樹林に混成して生え、関東地方では、 小ナラや赤しデなどとともに雑木林を構成する代表的な樹脂としても知られる。また、新炭目的の伐採によって、この種などの落葉樹が優先する森林が成立する場合があり、往々にして里山と呼ぶのはこのような林であることが多い。また、これを新炭溶剤として人為的に植えられたものも多い。また、 このように、いわゆる里山の代表的な構成と認められてきたために、近年の紅葉樹の植樹の際に選ばれることが多い。しかし、元来その分布は、日本の中ではやや北に位置するものである。大爆脱の林落葉紅葉樹。大鉱木で樹高は15から20メートルになる。放画力が強く、成長すると広大な樹幹を形成する。幹は直立し、 樹皮は暗い灰褐色で、厚いコルク状で縦に不規則な割れ目が生じる。樹皮の見た木は、同族の子ならよりもゴツゴツした印象を与える。近縁の、アベマキと交雑したものは、アベクヌギと呼ばれ、両親の中間的な特徴を持つ。葉は五星し8から15センチメートルの長大円状の左り形で、葉の左右は、不整形で、葉縁には2ミリメートルほどある針状の巨子が並び、 洋芯は薄いが硬く、能力色で表面には艶がある。葉は栗に非常によく似た印象で見分けがつきにくい。新緑、紅葉が美しく、紅葉期の灰色は緑色からオ変して茶色へと変色する。紅葉後に完全な枯れ葉になっても理想が形成されないため、枝からなかなか落ちず2月くらいまで枝についていることがある。これは、 同族の柏と同様である。牡蠣は4から5月で私有別の風梅花である。尾花は高褐色の10センチメートルほどの水状になって垂れ下がり小さな花をつける。雌花は上部の葉の付け根に非常に小さい赤っぽい花をつける。雌花は受粉すると果実をつける。果実は喧嘩で他のブナ科の樹木の実と共にどんぐりと呼ばれ親しまれている。 どんぐりの中では直径が約2センチメートルと大きくほぼ休憩で、基部半分はワン型の角糸に包まれている。角糸の周りには線状の輪片が線状になってたくさんつく。この輪片は細く尖って反り返った棘状であり、この種の特徴でもある。どんぐりは欠実した翌年の秋に成熟する。実は渋みが強いため、そのままでは食用にならない。 クヌギは、幹の一部から樹液が染み出ていることがある。クヌギの樹液は、カブトムシやクワガタなどの甲虫類や蝶、オオスズメバチなどの鉱物で、これら昆虫が樹液を求めて集まる。樹液は以前は、白筋カミキリが産卵のために傷つけたところから、染み出すことが多いとされ、現在もほとんどの一般向け書籍でそう書かれていることが多いが、近年の研究で主として、 木刀ガの幼虫が座位に先行した穴の出入り口周辺を常に加工し続けることで永続的に樹液を進出させ集まるアブや蛾のような軟弱な昆虫、ダニなどを捕食していることが明らかになった。裏のみ赤しジミという蝶の幼虫はクヌギの若葉を食べて成長する。またクヌギはヤママユガ、クスサン、オオミズアオのような ヤママユガカの幼虫の食事の一つである。そのため昆虫採集家は採集する種にもよるがこの木を見ると立ち止まって幹、枝、葉、さらには根元まで一通り確認して昆虫を探すことが多い。また、大クワガタなどクヌギを主な活動拠点とする昆虫を探すために、それらの名産地においてマニアが何時間もクヌギを見張っている光景が見られることも珍しくない。 くぬぎは成長が早く植林から10年ほどで木材として利用できるようになる。植栽適期は12から3月、または6月から7月、10から11月とされるが移植は難しい。剪定は3から4月に行う。施肥は行う必要がない。伐採しても切り株から方火更新が発生し、再び数年後には受精を回復する。 持続的な利用が可能な里山の樹木の一つで、農村に住む人々に利用されてきた。庭木に一本立ちで植えられることもあるが、よほど広いところでない限り植えない方が賢明だという意見もある。材質は固く、材は建築材や器具材、家具材、車両、船舶に使われるほか、焚木や新炭、椎茸栽培のホタギとして用いられる。落葉は、腐葉土として、 作物の肥料に利用される。実は、爪楊枝を刺して、駒にするなど子供の玩具として利用される。また、縄文時代の遺跡から、クヌギの実が土器などともに発掘されたことから、悪抜きをして食べたと考えられている。樹皮やどんぐりの殻は、鶴場みそめの染料として用いられる。鶴場みそめは、焙煎剤として、鉄を加え、染め上がりは、黒から紺色になる。養産では、 国内でカイコを飼育する、家カイコが行われる以前から、野外で、クヌギの葉に、ヤママユマをつけて飼育する方法が行われていた。樹皮は、白木という木薬であり、獣未配毒油、チダボク一方といった、漢方薬に配合される。中華人民共和国支線省では、標高3500メートルを超える地域に、クヌギ林が成立しており、松茸林として利用されている。 ありがとうございます。